サ手市内循環バスはかつて埼玉県サ手市が運行していたコミュニティバス。運行は東埼玉観光バスに委託していた。廃止時点で4コースが運行されていた。1996年1月より運行開始。2016年3月31日をもって廃止。サ手市のコミュニティ交通は2015年10月から運行開始された。 予約制デマンドバス、サッテ市デマンド交通サッチャン号に一本化された。2021年2月、サッテ市は市内循環バスの復活を決定、翌2022年1月より運行再開予定としている。交通弱者の救済と公共施設へのアクセス確保を目的として、サッテ市が主体となり運行されていた。1996年の運行開始当初は、 運賃無料であったが、さってし財政健全化計画により利用者負担の必要性が唱えられ、さらに市関西委員からも有料化を含めたコミュニティバス運行内容の再検討を求められた。市民を対象とした公共交通に関するアンケートでも有料化に賛同する意見が多かったことから、2011年3月1日より運賃有料化に踏み切った。 土日祝日も毎日運行、年末年始のみ運休。さって市内循環バスは市内4路線で運行され、年間3万人前後の利用があったものの、自宅からバス停留所まで遠い市民にとっては使いにくいなどの問題もあり、2016年3月31日をもって廃止。2015年10月から運行開始された予約制デマンドバス。 サッテ市デマンド交通サッチャン号に一本化された。サッチャン号は定員10名のワンボックスカー2台を使用し、利用者の自宅とサッテ市内339カ所の停留所を結ぶ乗り合いたくし方式で運行している。目的地はサッテ駅及びアサヒ自動車の停留所、乗車には事前登録とデマンド交通予約センターへの電話予約が必要となる。しかし乗客の 約6割が通院利用のため時間が集中し予約が取れないことも多く市民からは利用しづらいという苦情が寄せられていた2019年のさっ市長選挙ではデマンドバスの見直しを公約に掲げた木村住美夫が当選2020年3月に実施した市民アンケートでは市の公共交通として循環バス復活を望む声が7割を超えデマンドバス支持は 1> 約1割に止まった。これを受け、佐っ市では2021年2月、市内循環バスの運行を2022年1月に再開する方針を決め、2021年度予算案に事業費2116万円を計上した。埼玉県内でも廃止されたコミュニティバスは多数あるが、埼玉県企画財政部交通政策課によれば、これが実現すれば、 県内初となる廃止コミュニティバスの復活事例となるという。サッテ市役所を奇襲点として、東部日光線サッテ駅を経由する、片回り、循環路線が、東西、各2コースの合計4コース運行されていた。各、コースとも1日4便、停留所数は40カ所程度、一周の所要時間は60分程度と、比較的長距離、長時間の循環運転を行っていた。 以下は、廃止時点での路線。停留所は主なもののみ記載。トヨタコースター、日野、d セツ2のカタログから。ありがとうございます。